橋本ホビーへようこそ。植物愛好家の橋本です。よろしくお願いします。今回はこれ、ギボウシ買ってきました。なかなかね、去年売ってなくって、今年になってからね、まあ、ちらほら見かけたので買ってきたんですけれども、品種不明です。ギボウシって大きくなるやつもあるし、ちっちゃいやつもあるし、わかんないんですけれども、苗の状態ではわりかし小さいかなというところでね、買ってみたんですけれども、もしかしたら巨大化するかもしれない。まあ、お花もね、咲くには咲くんですけれども、こういうね、葉っぱをね、楽しむ植物になります。で、ちょっと懸念してるのが、同じね、ケースに入ってる他の株で白い花が咲いてたんですよね。で、白い花はどちらかというと、多分まあ、オーソドックスなタイプでいくとですけれども、大型の品種なんじゃないかなというところで、ちょっと懸念していますが、ね、日光はね、夏以外は直射当たっても全然平気なんだけれども、夏にね、直射が当たるとちょっと葉焼けしちゃったりとかっていうのがあるのかなっていう植物になります。でも、どっちかというとこの植物、耐陰性が高くって、どっちかというとこう日陰に植えて、日陰で、まあ、大きく葉っぱを茂らせてくれるっていうね、リーフになるかなと思います。まあ、やっていきましょう。で、ギボウシね、植え替えていくんですが、今回ね、植え付け時期じゃないんですね。秋になるまで待つか、早春のね、まだ涼しい時期にね、植え替えるっていうところで、まあ普通はね、そういう時期に植え替えるんですけれども、なので今回はね、管理のためだけにとりあえず植え替えるっていう形になります。今回植え替えるポットはこんな感じ。ちょっとね、平たくて浅い鉢にしました。鉢底石ね、2種類持ってきたんだけど、これが中流のボラ土、小粒にしよっかな。小粒の方がね、薄く敷けるんで、高さがさ、余裕がないのよ。もうギリぐらいだから、小粒でね、植えていこうかなと思います。そしたら、まずは生ゴミネットね、100均とかで売ってるやつ、鉢底石を薄く敷きたいので、たくさんは入れない、なるべくね。で、全体に広がって、ほら、すぐそこ見えちゃうでしょ。まあ、こんな感じ。縄ゴミネットもう一個準備してたんだけど、一個でいけそうだね。で、ちょっとさ、口をずらしたい、こうしようか。で、口はね、何でも適当に縛ればいいんだけど、自分はよく使ってるのがこれ。100均とかにも売ってるよね。キュッと。そしたらね、植え替えていくんだけど、なるべくね、土は落とさず、植え替え時期じゃないからね。なんだけど、土がさ、結構、なんていうか、まあ、水はけそんなに悪くはなさそうか。だけど、ちょっとね、馴染みの悪そうな土なので、水吸っちゃうとちょっと泥っぽいのかなっていう感じもするので、ちょっとだけね、まあ、上の方と、地植えするならね、このまま植えちゃっていいかなっていうような土質かな。下の方を少し切りたくはないけれども、切りたくはないけれども、土を少しっていうか、根鉢をさ、ほどきたい。サイドの土も少しだけ落ちてくれたらな、いいんだけど、落ちないよね。乗りそうなので、このまま行くか。今回植える土はこんな感じ。ボラ土混じりの再生培土。ギボウシね、ほぼほぼ肥料は必要ないんで、ね、このままね、入れていこうかなと思います。ちょっと中央に、底の方ちょっと土崩したからね、置いて、これで周りに入れていけばいいでしょうと。ちょっと土足んなかったんで、土質ちょっと変わっちゃうけど、まあまあ同じね、再生培土なんでね、強度だけちょっとね、
本当はねこういう層になるような使い方はあんまり良くないけど、まあ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 しゃあない、足りんかった。 OK、 毎回恒例かき氷シロップ、水だよ、容器がね使い回しっていうだけで、しっかりと水をあげて、まあこの後ねお外でシャワーでジャーッとかけちゃいますけれども、 OK ね。この後の管理なんですけれども、何はともあれオルトラまだ買ってきたばっかりの植物なので、まあこれをね買ったあの販売店さんはかなり信頼しているところなので、まあ大丈夫だと思いますけれども、まあその一方でね、そんなにバンバン薬をかけるようなところではないので、このようにね多少虫食いの食害根があったりとか、あとはその売り場っていうのも屋外、屋根付きの屋外とかじゃなくて本当に屋外でパレット置いて、パレットの上に植物置いて売ってますよっていうようなところなので、一部屋根かけてあるエリアもあるんですけど、基本的にはね外で売ってるよっていうものなので、お薬をね撒いておきました。オルトランデラックスなんでね、それなりに土の中にいる虫とかにも効いてくれるんじゃないかなと思います。でこの後ね自分はお外にねこれは管理するので、お外に持って行ってシャワーでジャー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 水をかけて、まあオルトランが染み込むっていうのもそうですし、下からこうみじん土のさこういう細かい粉がね流れ出るまでしっかりと水をねかけてあげます。でそれからはまあ日陰管理かなっていうぐらいで、まあそんなに気にせず置いとこうかなと思うんですけれども、日陰管理のねあの鉢植えで気をつけた方がいいのは、水やりを忘れない場所、それから日陰って意外とねエアコンの室外機置いてたりとかしませんか。まあ日向にね出ちゃってる、家のね作り上日向に出ちゃってるよっていうところもあると思うんですけども、エアコンのね室外機の風とかそういうのが当たらない場所で、あとね強いて言うとすれば、あんまりにも風がこもらない場所、ジメジメ湿気がこもっちゃってるよっていうような場所は避けるという感じかな。日の強さとかもそうなんですけど、人間の快適な場所っていうのは植物も意外と快適な場所だったりするので、まああんまりこう屋内の日の弱い場所とかっていうのはちょっと違いますけれども、湿度とかに関してはね意外とジメジメしすぎてなくて、乾きすぎてなくてみたいな、で風が少し吹いててみたいな心地いい感じあるじゃないですか。そういうのはね意外と植物でも同じなので、そういうところにね置いてあげるといいかなと思います。ということでね、今回はねこの辺にして終わりにしようかなと思います。この動画参考になったとかね、面白かった、また見たいっていう方はね、グッドボタンとチャンネル登録と通知ボタンのね3点していただけるととっても嬉しいです。コメントの方でもね、この義母子予想でもいいんでね、どんな感じのやつなんじゃないかなとかっていうのも教えていただけるととっても嬉しいです。 Twitter、インスタもね始めてますので、気軽にね声をかけてくれると嬉しいです。また次回の動画でお会いしましょう。バイバイ。